では、練習したいと思います。ネックロールですかね。今日はネックロール、ネックロールやります。ネックロールが全然できないんで、下手っぴなんで、ちょっとやってみようかなと思います。これなんかやりづらいな。狭い。狭い。やりづら。ちょっと。メガネ外そう。大丈夫かな。っていう感じ。壊れそう。部屋の中が。メガネちょっとかけていきます。リリース。リリースポイント。
フリースタイルフットボールのいいところってやっぱこう狭いスペースでもいくらでも練習ができるっていう ところですね。そこが一番いいかなと思います。まあちょっと危ないけどね、危ないけど横向きならできるかな。まだちょっと危ねえな。ネックロールってこういつもこう貧血気味というかクラクラしちゃいます。頭がネックロールってネックロールがなかなかうまくいかない。あと最近なんか普通のリフティングがなかなかできなくなってきて、まあ、できなくなってきたっていうかなんかバランスがおかしくって、なんか普通のリフティングが以前すごいできたんですけど、まあ、すごいっていうか普通にできたんですけど、なんかこうバランスがうまくこういかなくって、途中でボール落としちゃったりして、ちょっと自分のこのバランスがうまくいかないんですよね。っていう感じかな。横向きがいいかな。やば、頭クラクラする。頭クラクラしますよ。なんか。やばいっすね。やば。
って感じか。このライブって誰か見ていただいてるんですかね。いやグループでシェア、押されましたね。で、誰か見てくれるかな。教えてください。誰か。怖っ。腰、あと5分かな。5分でやってみようか。肩からのリリースが、リリース、肩から、今できたね。あーべ、参っちゃった。
足疲れんなこれ。いや結構クラクラします。頭ちょっとまだ頑張ろう。こう上に曲げる練習。これどうなんだろう、シェアしてみるか。あれ、なんだメッセージ、あ、ここでメッセージ入力できるんだ。よし、そしたら どうやってやるんだろうね。メッセージ。なんだろう、できないのかね。他にやり方が全く分かんないです。携帯だとね、よくわかんないっす。一回終了しますか。再生1回だって。もう一回やろうか。これいいか。できた。これかな。これだ。これでいこう。やっとできました。よし。再生。それで。ちょっとやってみよう。これでできるのか。なるほどね。正体はいいや。
シオ。もうとりあえずいいや、これで。よし、じゃあちょっとやろう。シェアとかってさ、グループできないのかな。できないらしい。いいや、もうとにかくやる。今ネックロール。ネックロールが鬼門なんです。2、3回でクラクラしてる頭が、頭こんな感じかな。上には上げすぎてますよね今。
うやって出るんですね。ありがとうございます。ネクロ、いや疲れます。はあ、クラクラする。またはあと15分やろうかな。5時半まで。なんかだんだん暗くなってきます。よし、まだ頑張ろう。ネックロールいきます。ネックロールの練習をしています。今肩から上げる、肩から上げる練習をしています。
前に行っちゃうってことは遅いんだよね。YouTube